スカーイバイブ 3M ユンカース G23 ローバックローバイバードアストラエローは1919 19年に設立されて1931年にエアバーゼルと合併してスイス航空となったスイスの航空会社である1919年7月オスカービーダーとフリッツリーナによって水蒸気によってスイス各地の湖の間で旅客を運ぶ計画を立て ジュネーブにシュアイズリシュゲゼルシャフトファールフトリーズマスを設立した。オスカー・ビーダーは計画が実現する前に事故で死亡したが、スイスの航空パイオニアのバルター・ミッテルホルツアーとアルフレッド・コントラも旅客運航計画を推進していた。ミッテルホルツアーらは1919 19年にユンカースカイ13を使ってアルプス越えの飛行を行っており、 1919年9月11日には、海抜4807メートルのモンブランを超える飛行に成功していた。1919年12月5日、アドアストラエアロ SA が設立され、1920年2月24日に、ミッテルホルツアーラの会社、ミタルホルツアーウント CO、ラフトビルドバーラグサンスタウルトウントパッセジフルージア、などと合併し、 アドアストラエロアドアストラエアロ AG が設立された。チューリッヒに本社を置いて、コントがチーフパイロットで代表者となり、ミッテルホルツアーが航空写真部門を率いた。1920年4月21日にジュネーブのアビオンターイーザム SA を買収した。この買収によって社名はアドアストラエアロアビオンターイーザム SA に改められた。ベルン、ジュネーブ、ルガーの ローマンスホルン、チューリッヒに飛行場が設けられた。1920年5月24日、ローマンスホルンでのエアショーで展示飛行したサボイア飛行艇が事故で失われ、パイロットのエミール・タデューライト、メカニックが死亡した。資金の不足から、パイロットの数を減らし、チューリッヒとジュネーブに限定して運行を行った。1920年は4699回の 旅客運航を行い7384人の乗客を運んだが、7人のパイロットを事故で失った。総飛行時間は1254時間で、飛行距離は 166920km であった。1920年は426365スイスフラン、1921年には41757スイスフランの大きな赤字を計上した。 1924年にコントが自らのアルフレッド・コント・フルーク、ウンとスポート・フライガーシュルを設立したので、アドアストラ・エロはミッテル・ホルツワーが運営した。1921年6月1日、ユンカース・コークルと共同で、ジュネーブ中立機便はドイツのフィルトまで延長され、アドアストラはスイスで最初の国際定期便を運航する航空会社となった。 1922年9月にはベルリンまで運行され、その後ヨーロッパの各都市に航路は延長された。1930年12月31日にスイス航空管理局によって財政が悪化していたエアバーゼルと合併してスイス航空が設立された。ミッテルホルツアーはスイス航空の技術ディレクターとなった。運航に用いられた航空機として ユンカースカイ13やユンカース G23 が用いられた。航空写真業務や郵便業務には、軍払い下げの軍用機が用いられた。その他に3機のホッカー海ンと1機の BFW、メッサーシミット M18、スイス製のコント AC-4 やオーストリア製のローナーの水蒸気、イタリア製のマッキニューポールやサボイアの水蒸気や、ドルネワール飛行艇なども運用した。 ありがとうございます。